りましたね。やっちゃったよ、もう本当に。面白かったね。なんか最近変な映画ばっかり見てるから、うん、面白い映画見るとちょっとワクワクしますね。ということで見た映画は何でしょうか。そう。そう、そう、そう、ね、なんかわかんない ね、 そうだよね。そう、ワールドダークですね。なんだっけ、ワールドダークってなんだかね。そんなような名前でしたね。はい、あのアベンジャーシリーズのね、うん、いわゆるマーベルの、うん、もう最高の傑作、いろんなのがありましたけども、今回はそれに挙げてもおかしくないぐらいいいんじゃないかな。どうですか。面白かった、途中途中も面白かったし、うん、ギャグ満載。ギャグがまたちょっとネタバレしちゃうけどね、今日もね、うん、皆さんね、これあのいつ日本でやるか全然分かってません。ただもうハリウッドね、あの年末がもうね、これだから、はい、オンエアはもっと後だけどね、うんうん、来年だから。でも日本は、まあ、早くて3月とか。そう、こっちのオンエアもあるでしょ、ラジオはね、はい、ということで見て、相変わらずピンとかずれてるということで行ってみたいと思います。また叩かれちゃいました。それでは行きましょう。久しぶりにジョリに首だ けはい、そういうわけでございまして、はい、映画バージョンです。で、はい、じゃあまたね、お勉強、はい、あらすじを言ってください。どんなあらすじでしょう。あらすじは、あらすじ苦手だよね、君ね。でも言ってあんまり難しいな、うん、なんか言っちゃう。そうそう、事故、今ね、乗り食ってます、口から、はい、なんか時空の歪みができて、うん、なんだっけ、悪いやつがいるんだよね、他の必ずいますね、ああいうのにはね、うん、で、変な、すごい見るからに悪いやつが他の惑星で、はい、で、なんか地球とかも破壊するの乗っ取ろうとしてるのか、うん、なんだろう。まあね、全然わかんないじゃん。ということで、ネタバレしませんでしたね。はい。はい、じゃあね、とにかくあんまりネタバレも良くないでしょうから、見どころをね、はい、ちょっと言いたいんですけど、ね、ギャグ満載です。面白かった。あの、シリアスなのにギャグ満載。うん、で、あと、特別出演がありますね。ほんと、キャプテンアメリカ出てきちゃった。あんなちょっとしか出てこない。それも本物じゃないんだよね、あれね。化けてるだけの。うん、あの、久しぶりにね、面白かった理由としては、やっぱりね、テーマが広がってきて、うん、あといろんなところでの戦闘シーンってのは当たり前にあるんだけど、うん、特撮がね、あんまりギラギラしていやらしくなかったの。昔はね、なんかすごくメタリックなばっかりだったんだけど、あのスターウォーズとか、うん、あのホビットとかあっちの方に似てきたね、あの背景がね。そうかもしれない、ホビットに近かったね、うん、まああの内容はね、戦いのシーン満載でね、あのやっぱりアベンジャーだっていうね、うん、アベンジャーっていうかね、のシーンを報告させるようなものがいっぱいありました。うん、うん、だからあの皆さん、これぜひおすすめです。面白いです、うん、もうあの役者もいいしね、うん、みんなね、コメディがまた何とも言えない面白い、うん、言っちゃいけないかもしれないけどね、ここネタバレね、ロキとね、あのソウが、うん、共に戦うんだよね、協力して、うん、ね、でもロキは死んじゃうかもしれない、うん、そうなんだね。でもロキはその後、みたいなもんだから、そう、味方なのか何なのかよく分かんない。いや、あのね、今回の映画っていうのはやっぱりね、あのその神の国のね、あそこの 法律に、うん、あの逆らってね、うん、やっぱりあの層がね、動いちゃうからね、うん、その辺のところも面白いんだけど、で何よりもね、やっぱりあの僕が好きなのは北欧神話で使ってる武器なんだ、うん、ね、例えばオーディンの斧とかね、うん、でやっぱりあのグングニール、すごいね、ハンマーね、ハンマーとグングニールの槍、うん、何者でも貫くという槍、ね、ああいうのがね、戦闘シーンが実際見えてるとか面白いです。かっこいいね。うん、もうあのとにかくね、キャラクターが立ちすぎてるから、うん、あとね、俺ね、今回見てたのは、うん、女優さんたちの眉毛はつけまつげなのかどうなのか見てたの。あ、眉毛とまつげ、まつげ、うん、あ、結構長い。長いんだよ。で、やっぱりほら、最近日本はつけまつげブームじゃない？あれ難しい、ね、だからいっぱいやってんだけど、うん、あの宋 の、うん、主役の方を見てもまつげ長いんだよ。つくまつげじゃないし、長い。クイーンアミダラとかすごいよね。アミダラじゃないんだけど、うん、まああの見ててね、楽しい映画でしたね。本当ね、久しぶりにグローブも行きまして、うんうん、まあカレンダーも買ったりなんかしたんですけどね、クリスマスの時期で、はい、でもね、カレンダーも映画でね、代表されるようですから、うん、今回ね、あの宋がなかったのは残念で、うん、そうだね、ちょっと早かったのかな。あのじゃあね、ここまででね、ソウの話はね、あんまりもう長続かないんだけど、とにかく面白すぎちゃって、うん、久々に面白かったからね、バックグラウンドも本当面白いです。これもうね、あの何ヶ月もあったかなって感じ。そう、こういう映画が見れるのに何ヶ月時間空いたかな。全然眠らなかった、トイレ行きたくなったけど、うん、いや、すごかった ね、だからね、こういうような、ね、作品の中で我々見せてもらいましてね、あのそれと同時に楽しめることもう一回あるんですよ、うん、予告編、うん、どう予告編見て。あ、キャプテンアメリカみたい。キャプテンアメリカともう一個なんかあったよね。なんかあった、なんだっけ。いやー、面白いのありますよ。キャプテンアメリカも絶対面白いだろうけど、うん、もう一個あった、もう一個あったでしょ、なんか。ロボコップもあったし。ロボコップだよ、それ言いたい。
ロボコップやばいね、近代版になって新しくなってんのね、うん、とかいや今ね、やっぱり一番問題になってるのはそれぞれロボットがね、殺人マシンになってて、うん、ロボット自体が人を認識してね、殺したりなんかするという話から入ってくるんだよ、うん、ね、それがあのやっぱりロボットそのままじゃダメだからって人間がね、うん、真ん中入ったロボコップ、こんなのもやばいですね、新しいニューロボコップね、うん、当然ホビットもやるしね、うんうん、でもね、そういうことを考えちゃうとこのままの続きでいくと、うん、11月にね、こっちで言うと11月にそうやりました、うん、で来年の4月の4日だっけ、それに、うん、あれだよね、うん、あの、なんだっけ、キャプテンアメリカで、また5月以降かなんかにやられるでしょ、アベンジャー、うん、いつだか分かんないけど、なんでもいいけどハルクってやんないよね、やんないね、あのハルクの役者はさ、なんか知らんけど、うん、他に出ちゃったし、あれに、あ、広告に出てたよ、なんか今日の、うん、なんか洋服屋さんの広告に、そういうとこなんだよ、っていうかさ、今あのハルクの役者がさ、やっぱり今、うん、あのあれなのは Now You See Me でしょ、 あれすごい役やってたね、そうそう、あの Now You See Me ってのは日本語で言うと、あの、グランドイリュージョンって名前になっちゃったんだっけ、うん、あれはね、いい役者でね、やっぱり面白かったですよ、うんうん、というかね、本当に年末に向けていい映画がないとね、悲しい、ね、でもそうかってよかったね、でもなんか11月の22日にもう1本あるっていうし、12月にもあるし、なんかいろいろあったな、ロビットが13日だっけ、12月そうかな、12月その前のロボコップは来年だし、なんかもう1個あったな、11月にあるの、22日に、何だったっけ、なんかあったよ、忘れちゃったよ、覚えてないよ、うん、まあ、どっちにしろね、やっぱり11月になってハロウィンが終わってくると映画は始まってきますから、そうだね、うん、ハロウィンの時なんであんな映画になっちゃうんだろうね、もうなんだかわかんないけど、あとはなんかハンガーゲームに似てるんだったね、あとね、なんだろうあれ、うん、あとハンガーゲームに似てるの、あとコメディが大体だったんだけど、うん、あの結構ありますよ、いいの、うん、あったね、うん、ねえ、もう、うん、なんていうかさ、もう全部見てたら大変なことになっちゃうんだけど、うん、でも結局見ちゃうんだろうけどね、時間ずれるから、いいのはね、うん、まあでもあの久しぶりにあのアークライトじゃないとこ行きましたね、グローブ、うん、どうですかグローブ、でも久々に行くのも良かったで、今回が悪い部屋じゃなかったから、うん、だから良、うん、かった、うん、そうですね、うん、あの シアターナンバーは1番だから、うん、1番ね、いいんだよ、 3D じゃないし、うんうん、良かったですね、うん、いい部屋で、いやでもね、あそこに出てくるキャラクターの数々の凄さ、うん、もうね、あ、おでんができてきたかな、もう時代のはね、おでんの時代なんですよ、本当に、はい、止めました。10分間大丈夫だったけど、止めました。どうしようって。はい、そういうわけでね、皆さんね、あの、アベンジャーを見るときには、これやっぱり一つ全部見なきゃいけないっていうところは、マーベラスの、あの、一つのね、作戦なんでしょうけど、この層は、単発で見ても面白いです。アイロンマンの3と比べて遜色がないです。あの、質が高くなってますね。うん。面白かったね。でも、とにかく、あの、ヒゲの多い筋肉隆々の映画ですけどね。うん、なんか、その映画なんか、ホビットに近い、そうだね、でも本当にハリウッドの映画ってすごいなと思うな、うん、ここのとこちょっと外したからね、いろいろね、そう、ようやくなんかね、うん、何ヶ月ぶりに、うん、本当本当、うん、でもね、あのいろいろありますけどね、あの DVD もまだね、あの年末、こっちはね、あのこれね、多分来年2014年 の、はい、あの放送っていうか、このね、うん、あのこのラジオ番組はそんな、ラジオじゃないや、ラジオはすぐだよ、うん、うん、ラジオはすぐだ、日本やんのかな、そうね、やるよね、やるとは思うけど、うん、いつかはっていうと、う、ね、来年じゃないかな、いやでも来年かな、うん、多分ね、でもこれ全部1年見て、そしてアベンジャー2に行くと、うん、ねえ、すごいですね、またアベンジャー見なきゃいけませんね、うんうん、まあとにかくあの今回のやつはね、意外な展開、すごい意外な展開です、あのということです、で最後に意味深なやつがあったんで分かんなかったね、要するにエンディングロールの後のやつ、何だったんだろうね、ミュータントが相当意味深ですよ、ワンダウンつってたからね、一人誰か死んだんで終わったんだよ、だけどね、そういうとこですよ、何かよく分からない、意味深だね、本当に、でもこうやって考えていくと、アイロンマンの主人公のね、ロバート・ダウジー・ジュニアの、あのやってるあのトニー・スターク、うん、あれはあのね、今回普通の人に戻っちゃったし、障害者じゃなくなっちゃったし、うん、どうなるんでしょうか、でロッキーは一応死んだことになったり、またはもっと和解してね、うん、一緒に戦ったり、分かりません、うん、本当に、ね、うん、そしてあとはね、なんといってもうね、他にもいろんなのがいましたけど、今回はキャプテンアメリカですよ、やっぱなんだろうと、すごかった ね、もうキャプテンアメリカも出てきちゃったからね、出ちゃったね、ほんのちょっとね、そう、ほんのちょっとですけどね、はい、ということでね、はい、見たということで、やっぱりあの生放送じゃないですけど、やっぱりいいですよ、映画いいですね、見るべきですね、皆さんもね、日本でもまだ見たいの俺もありますけども、はい、一緒に、まあ、見る人がいないかな、うん、でも映画見ましょうということで、
はい、お疲れ様でした。また見ましょうね、みゆちゃん ね。本当に今日は貴重だったということで、はい、また来週。今度は DVD から、さよなら。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。